地域密着スポーツ番組ハレスト、 OHK アナウンサーの堀安秀と晴れ町ガールの若林愛奈です。今回やってきましたのはバレーボール岡山シーガルズの練習です。愛奈ちゃんは元バレーボール選手だったんですか？そうですね、小学生の頃にバレーボールをしてました。今日は初めてシーガルズの練習を見に来たと思うんですが、はい、近くで見てどうですか？みんな身長が高くてボールの音が体育館中に響き渡ってて迫力があるなって思います。今回はおなじみの日本代表選手に話を聞きます。この人です。14番セッターの宮下遥選手、26歳。中学3年生の時岡山シーガルズに入団して以来、司令塔として2度のリーグ準優勝などに貢献しました。日本代表にも15歳の若さで選ばれ、2016年のリオデジャネイロオリンピックに出場するなど日本を代表するセッターです。オリンピックが延期となりましたけれども、これで日本代表のスケジュールも、ね、変わってきたと思うんですが、夏の予定はだいぶ変わりましたかね？大会とかがいろいろなくなった分、こう練習する時間が増えて、よりこう自分の苦手なこととかに向き合う時間が増えたので、そこは良かったかなと思います。来年どうなるんだろうって気になったりします？すごい日本が何年もかけて準備してきたものなので、こう開催されてほしい、開催してほしいっていう思いはすごいあるんですけど、今のこの状況を考えるとそれだけではいけないのかなとも思いつつあります。さあ、そしてですね、 V リーグでは岡山シーガルズ素晴らしい準優勝という結果を残しましたけれども、改めてあの準優勝という結果を振り返ってね、こうチームの成長とか、進化どんなところにあったと思われますか？去年のシーズンは本当にいい意味でも悪い意味でも一つのこのシーガルズというチームの戦い方が出たシーズンだったなというのは思います。愛奈ちゃんは宮下選手の活躍っていうのはテレビを通してどういうふうに見てました？家族で見てたんですけど、本当に若いのに選ばれて出られていたのですごいなと思いながら見てました。なんかありがとう。でもそういう家庭ね、いっぱいいると思いますけど、はい、そういうふうに感じてもらえることを直接聞くことってあんまりないので、本当にそういう言葉は頑張ろうっていう励みになります。ありがとうございます。ちなみにあの愛奈ちゃんは宮下選手というとどんな印象があります？若いながら、なんだろう、日本代表でセッターを任されていたので本当にすごい選手って印象で、もう今日はお会いできて嬉しいです。ありがとうございます。今日本の生き残ってるセッターで一番実績を上げてるんじゃないですか？リーグの準優勝2回、天皇杯、クロア式、全ての大会において成果は一番彼女を上げてますよね。セッターいうのはキャリアがあればあるほど味が出てくるポジションなので、本当に若い頃から天才天才と言われてた、そういう変貌性、意外性のある力がもうちょっと確かにあのボードを使って表現できれば、まあ彼女の良さがさらに見出されるのかなというふうには思っています。いろいろ今回はちょっと宮下選手 あのすごいところを知りたいということで、こちらの、ね、質問を用意しました。教えて名人芸の秘密でございますね。宮下選手も一つ一つのプレーがまあすごいわけですけれども、そこにどんな秘密があるのかちょっと聞きたいと思います。やっぱりまずセッターですからね、宮下選手がトスで一番意識していることっていうと何なんでしょう？すごいいろんなことあるんですけど、スパイカーの良さを引き出すことはすごく意識していて、そのスパイカー一人一人のことをよく知ることもすごい大事にしてるし、その日の調子がどうなのかっていうのも気にしながらするっていうところもすごい大事にしてやってます。その日の調子はプレーで判断するんですか、それともプレー以外のプライベートでも探っていったりするんですか？どっちもありますね。ミスしてても挑戦しようとしてるなとか、そういう人は思い切って使ってみたりもするし、
逆に今なんか合わせにいってるなとか、なんか今考えてるな、なんかずれてるなっていう時はなんかそれなりに声をかけながらやったりとか、そういう風に考えてやってます。若い頃からねずっとこう一線でやってきて、で、まあ、周りずっと先輩ばっかりだったのがだんだんもう後輩が増えてきて、そういう中で宮下選手のトスが例えば前と変わってきたところ、逆にここは変わってない一貫しているところっていうのはご自身で何かありますか？私はあんまり変わってないと思ってるんですけど、昔の方がすごい言葉はちょっと変なんですけど、むちゃくちゃだったというか、むちゃくちゃやっぱり先輩方が私が奇想天外なボールを上げてもミスなくつないでくれるし、それをうまく点につなげてくれるから、あんまり周りのことを深く考えなくてもなんかのびのびやってるように見えてたけど、今はそうはいかないし、私がやりたいようにむちゃくちゃやって周りがなんとかしてくれるっていうわけではないので、そこはちょっと変わったところかなと思います。じゃあそれだけ考えることも増えてきたりとか、当然こう悩みとかも若い頃とは違う悩みが出てきたりします？それはありますね。ありますか？はい、やっぱり朝起きて体が痛いとかは昔は全然なかったし、もう寝たらリセットみたいなところがあったんですけど、そうはいかなくなってきてるのはすごい最近この 1,2 年で実感し始めてます。もう今も、まあ、中堅選手ですもんね今。まだ中堅では痛いですけど、よくもうベテランとか言われるので年齢的には中堅ぐらいなんですけど、このチームの中の立場的にはもう上から3番目になってベテランってなっちゃうので、すごい大変ですね。ベテラン的な、ね、チームの中で役割が求められるっていう、ね、ことですけどね。宮下選手のプレーっていうと、あとサーブですよ。サーブの、まあ、相手を崩すコツ？コツ？なんか崩そうと思ってるわけじゃなくて、なんか相手が一歩目取ってからスパイクに行くじゃないですか。なのでここに打たれたらスパイク打ちにくいんじゃないかとか、ここのコースに打たれたら助走入りにくいんじゃないかっていうところを考えて打ってたまたま崩れたみたいなところが多いですし、あとやっぱり深めに打たれるボールがすごい私たちもやってて嫌なので、アウトかなと思って避けたら最後エンドラインギリギリに落ちるぐらいのところは結構意識したりはしてます。エンドラインギリギリのところに打つの結構難しいと思うんですけど、できるもんなんですか？ 100% 狙いに行ってそこに行くというよりかは、こう深めにこう打ったボールが、まあ、いろんな、なんですかね、その時の集中力とかそういうものによっていい時はエンドラインの前で落ちるっていう感覚の方が多いです。はい、ありがとうございます。なるほどね。そう、大体という感覚でね、打っていくということなんですね。さあ、では続きましての質問ですが、こちらです。名人の宝物、何を持ってきていただきましたでしょうか？この、プロフィール帳です。プロフィール帳。ちょっと私は馴染みがないんですけど、ね、プロフィール帳ってアイナちゃん分かります？小学生とか中学生の頃流行ってて、私もうクラスのみんなとかにいっぱい配ってました。それを最近見つけまして、大人になった私たちが書いたらどうなるのかと思って、みんなにチームのみんなに配ったら結構よく書いてくれてて、こう私向けのコメントとかもよく書いてくれてたので、これをまた宝物にしようと思って今日持ってきました。どんなことが書いてあるんですか、内容は？いや、もう本当にシンプルにその書いてくれた人の、まあ、最初はもう個人データとか、
載せもそういうのが書いてあって、その人がもう好きなもの、何でも食べ物とかよく見るテレビとかスポーツとかシンプルな項目なんですけどが書いてあったり、ちょっとこう恋愛トーク的な部分が書いてあったり、プロフィール帳の持ち主さんへのこう一言メッセージの欄があって、そこにいろいろ書いてくれてます。いいですね、なんか楽しそうですね楽しいもんですか？楽しいです。人の見るのも楽しいです。なんか恋愛のところとか見るのも楽しいですよね。めちゃくちゃ気になりますねでも本当情報が大事な情報なんで、もうパカッてしたいんですけど、うん、ちょっとできないんで、すいません。中はマル秘、そうなんです、もう私しか、すごい個人情報本当に載っちゃってるんで住所とか電話番号載っちゃってるんで。ああ、なるほど、そういうのも全部載ってるわけですね。なんでもう宝物はプロフィール帳ということでございました。さあ続きましては宮下選手の1日を教えてということで、それでは書いていただきました。では見せていただけますか？はい、はい、だいぶシンプルですね、はい、練習は午前中に3時間、はい、だいたい午後に4時間ですから合計7時間、はい、やっぱりバレーボール長いですね。そうですね、最近は試合がなかったりするので、うん、こう練習に当てる時間が多くなったなとは思います、うん、練習時間がやっぱり増えてるということで、はい、増えたと思います。おで夕食そして自由時間と、はい、かなりあのアバウトな感じになってますけれども、はい、ちょっと自由時間何をしているか知りたいですね。 100% の体じゃないので、こう日々のケアとかがすごい大事で、うん、治療器を使ったケアとか、寝る前には結構ストレッチポールとかも使ったストレッチとか柔軟とか、自分でできるケアにかける時間は結構この夕食終わってからの中でも長いですし、まあその中にもこう洗濯だったりお風呂入ることだったり次の日の準備だったりっていうのもあれば、その日の自分と向き合う時間としてノートつける時間もあったり、またあの後輩とかが部屋に来てこうこうこうなんですけどどうですかとか、こうじゃないかなっていう会話をする時間もあったりってしてたら、いつの間にか寝る時間になります。あ、なるほど、自由時間の方がかなりあのスケジュールとしてはタイトですね。そう、まあ、順番はいろいろ前後したりはしますけど、結構何かしら、はい、でちょっと時間が余裕があったらテレビ見てたりとか。宮下選手はお笑いが好きらしいです、はい、そうなんですか、はい、誰が好きなんですか？最近はあの加賀谷っていう、多分どちらかが岡山出身の方なんですけどあ、そうなんですか、が金田と推してます。金田選手とね、エースの金田選手と推してるんだけど、なかなか人気が、そうなんです、下がってこないということで、はい、もっとこう出てきてほしいし、もっと使ってほしいんですけど、これが宮下選手と金田選手の願いという、輝いがもっと売れてほしいっていうね、はい、あのいつかあの来てほしいな、会いたいなと思ってます。輝谷さんぜひ岡山へ、ね、シーガルズと、シーガルズへ、ね、ぜひシーガルズへということでね、はい、見ていただけたらいいなと思っておりますね、はい、今後の、ね、日程などまだ不透明なところもありますけれども、宮下選手今後に向けての意気込みということで教えてもらえますか？10月からリーグが開幕することには一応なっているので、そこへ向けて心も体もしっかり準備をして、昨シーズンあと一歩のところで悔しい思いをした分、全員で一丸となって、はい、突き進んでいきたいなと思ってます。今回は岡山シーガルズの宮下遥選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。